ダイハツハイレッドジャンボエクストラオートマチックで 4WD 昨日買ったばかりです。ボディはガラスコーティング済みです。ヘッドランプ、フォーグライトは LED です。後ろの煽りを吊り下げますとゆったりと荷物は積めます。ドアの鍵はスマートキー。鍵をバッグに入れていましても、ここを押せばドアの開閉ができます。プッシュ式エンジンスタートキーです。パワーウィンドウになっております。電動式格納ミラーです。この部分は純正のナビがつくところですが、高いからやめました。ディーラーさんが社外品のラジオをつけてくれました。前回取り付けていたのをこの車に付け替えました。少しだけリクライニングはできます。オートライトです。楽です。車体の前後にあるアシストです。リクライニングです。フロントガラス裏に取り付けてあるアシストです。CVT が搭載されております。そのためスムーズな走りと燃費が良くなります。今から左右前後あるアシストを試してみます。これより構造に出まして試してみます。私は走るときはアイドリングストップをオフして走ります。前の車に追突しそうなとき
うっかりしてて前の車と開いてしまったとき。センターラインをオーバーしたとき、この機能は60キロ以上出さないと果たせません。軽乗用車に乗っている感じです。今の軽トラは本当に良くなりました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。